ベンザピー、どうもカンタです。これまで当チャンネルでは生まれた年代別に MC バトルにおいて最強なのではって言われる MC たちを紹介してきました。人気と実力を兼ね備えている9495世代や奇跡の世代とも言われていた00世代、そして MC バトルで圧倒的な優勝成績を誇る83世代など、たくさんの最強の年代候補がありますよね。今回はそんな中でも隠れ実力派が多かった97年世代について紹介したいと思います。あくまで97年生まれという共通点だけなので、96年の早生まれがいることはご了承ください。チャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。まず最初に紹介するのが97世代の中で一番バトルが強いと言ったらこの人ではないでしょうか。アウソリティさんですね。アウソリティさんというとバースの中でも00よりも97が最悪の世代というバースがあるように、1997年生まれのラッパーを代表する活躍を見せていますよね。全てにおいてオールラウンドなスキル、そしてアウソリティさんしか持っていない言葉の独特な世界観は彼が登場したての MC バトルシーンにとって衝撃でしたよね。彼のバースほどイン、そしてアンサー、さらにはフローという全てができているバースは他にはないんじゃないかと思います。以前フリースタイルダンジョンの中でアルステイさんがサイプレス上野さんのラップについて字幕に起こしても全く違和感がないところがすごいという風におっしゃっていましたが、アウソリティさんにも同じようなことが当てはまるんじゃないかなという風に思います。そんな圧倒的なスキルを持つアウソリティさんですが、活躍するまではなかなか厳しい道のりがありました。まず彼が一番最初に有名になるチャンスをつかんだのが第11回高校生ラップ選手権の出場。第11回というと優勝者であるナインフォーさん、そして準優勝であったコアボーイさん、後にノベルコアさん、そして11回で突如新生として登場し、いきなりベスト4という好成績を上げ有名になったモグラさんなどなど、様々なスターが生まれた大会だったのですが、なんとアウソリティさんはルイスさんに負け、なさかの1回戦負け、自分自身が思っていたような実力を出すことができなかったんですね。実際に11回にアウソリティさんが出場していたってことを知らない人がほとんどぐらいですからね。しかしながらそこから彼の逆襲は始まっていきました。 MC バトル界の全国大会である UMB では青森予選を2016年から2019年までなんと4連覇、3回目の出場となった UMB2018 では全く優勝候補にも挙げられていなかったという下馬評を覆して、大阪代表であった KG さん、そして千葉代表であった和乳道さんらを倒し、見事に準優勝されました。この時の彼の活躍は本当にシンデレラボーイって感じでしたね。まさにスター街道を駆け上がっていくような姿が見えました。この準優勝から彼の世界は一気に変わっていったように思います。その後の凱旋夏の陣では呂布カルマさんらを倒し見事に優勝、そして大阪のスポットライトでも優勝、さらには若手が集まる Under22MC バトルでも優勝と、本当にこの年はアウソリティさんの年でしたね。そして迎えた UMB2019 においても圧倒的優勝候補というプレッシャーがありながら優勝。 UMB2018 の一発屋ではなく、自分自身が圧倒的なスキルを持っているということを2019年1年をかけて証明しました。最近では音源をメインに活動されており、シーラさんと楽曲を発表されるなど精力的に活動されています。本当に97年世代というとアウソリティさんという人がほとんどではないでしょうかね。それだけ多くの人にとってインパクトを与えた MC だと思います。個人的には KOK を取ってもらえれば UMBKOK 全国の3冠の初の人物となるので、実は KOK に出て優勝してほしいななんて思っている MC の一人でもあります。来年の KOK に出てくれたら非常に嬉しいなと思うので期待です。2人目に紹介するのが時代を切り裂く革命児といえばこの人、レッコさんですよね。レッコさんも97年世代の MC を語る上では欠かせない一人ですよね。第9回高校生ラップ選手権で彗星のごとく現れ、初出場にもかかわらず見事に優勝。そこからフリースタイルダンジョンの2代目モンスターとしても選ばれ、モンスターに選ばれた当初はあまりいい成績を残すことができていませんでしたが、2代目モンスターの最後の試練でもあったブラックモンスター、そして維新軍編では見事に5連勝されるなどとんでもない強さを見せました。あの勝ち抜き戦の時のレッコさんは本当にえげつなかったですよね。それまでのフリースタイルダンジョンというと、もちろん勝ち抜き制ではなく一度戦ったら退場するという流れがあった中で、レッコさんは5連続で違う MC と当たり全ての MC に勝利していった。それって本当にすごいことですからね。モンスターとして活動した当初の悔しい思いがようやく実を結んだ瞬間だなというふうに思います。そんなレッコさんですが、第9回高校生ラップ選手権で優勝するまでには厳しい道のりが存在しました。中学生の頃に父親が多額の借金を抱え両親が離婚、母親のもとにレッコさんのお兄さん、そして妹さんとレッコさんという3人が向かったそうなのですが、家計がかなり苦しい状態になり、実際にご飯を食べる余裕がないというところまで行っていたそうです。そこでレッコさんは周りの友達が高校に進学する中、自分自身は就職することを決意、岐阜県内のお寿司屋さんでアルバイトを始めます。そのお寿司屋さんでは週6日働き、給料のほとんどを母親に渡す、それで家計をなんとか支えていこうというふうに思ったそうです。そんな親孝行なレッコさんですが、ラップを始めるきっかけが訪れます。それは15歳の時に見た和乳道さんのライブ、友達に誘われてたまたま行ったそうなのですが、その際に和乳道さんが丸々20分間フリースタイルでライブをしたことに感銘を受けて、そこからラッパーになろうというふうに決意します。この2人が最終的に2代目モンスターという形で仲間になるのめちゃくちゃ熱いですよね。そこからレッコさんは岐阜の引き金サウンドのメンバーに加入、自分自身でフリースタイルの技を磨きながらフリースタイルバトルに参戦していくようになります。そしてなんと UMB2015 の愛知予選では高校生で呂布カルマさんを倒すという快挙を成し
遂げます。そこからさらに実力を上げ、高校生ラップ選手権第9回で見事に優勝候補であったリック G さんを倒し優勝するという結果になったわけです。本当に厳しい下積み生活があったからこそ今のレッコさんの活躍があるといったわけですね。実は一番ヒップホップドリームを自らの手で掴んだ男かもしれないレッコさんの注目に今後も期待です。そして3人目に紹介するのがエクソでおなじみニドラアサシンさんですね。ニドラアサシンさんが実はアウソリティさんとレッコさんと同い年だったって結構びっくりですよね。本当に見た目も美しく、誰よりもラップスキルを高めた男、それがニドラアサシンなわけですが、彼が有名になったきっかけは主に2つ。1つ目は一昨年行われた戦国 Under-22 秋の祭典にてガードマンさんとの試合で、ニドラアサシンさんが圧倒的すぎるスキルで観客をもはや置いてけぼり状態にした後に、ガードマンさんが耐えきれずはぁと返したことで会場で爆笑が起こり、その動画が YouTube に公開されたことによって一気に有名になりましたよね。その後戦国 MC バトルからニドラアサシンさんのバースを聞き取れるかっていうクイズを本人公認で行っていたところも含めてすごく面白いなというふうに思いました。そしてさらに有名になったのがニート東京への出演。一番気持ちが入るバースを実演してくださいという質問に対して、ニドラアサシンさんが 120% のパフォーマンスで答えるという動画だったのですが、これが TikTok をはじめとする様々な SNS でバズりにバズり、なんとニート東京で一番の再生数を誇る動画になっています。実際に先日霜降り明星の粗品さんもオールナイトニッポンの中でエクソを披露してましたからね。そんなニドラアサシンさんというと、やはり特徴的なファッションスタイルが魅力的ですよね。もともとはブレイズだったのですが、現在では美しすぎるサラサラヘアに変貌、爪にはネイル、そして頭にはロンギニスの槍のタトゥーといった自分自身の個性を生かしたファッションスタイルをされているのですが、その理由については、ステージ上ではなるべく美しくあった方がいいという本人の考えからだそうですね。実際に本当に目の前でニドラさんを見ると本当に綺麗すぎてびっくりしますからね。2021年の新人賞ランキングでも第2位を取った男ということで、2022年の活躍にも期待しましょう。次に紹介するのが沖縄ヒップホップの次世代を担う男といえばこの人、オズワールドさんですね。オズワールドさんというと、もともと高校生ラップ選手権でレオクマという名前で活躍していましたが、そこから見事に音源への活躍へシフトチェンジされ、現在では日本のヒップホップシーンの最前線に立っているアーティストですよね。従来のヒップホップのサウンドにとらわれず、もはや芸術作品なのではないかと思われるほどの圧倒的な世界観は、他のアーティストには真似することができない唯一無二のものですよね。先日ラップスター誕生で大活躍されたサイバールイさんも、ラップを始めたきっかけはオズワールドさんだったというふうにおっしゃってましたからね。昨年2021年はウェーブバディのリミックスをレックスさん、JP ザ・ウェービーさん、イエローバックスさんとともに公開。ミュージックビデオの再生数はなんと3ヶ月で300万回を突破しています。そんなオズワールドさんですが、あの圧倒的な世界観をどのように作っているのかということについてですが、曲作りの際にはなるべく頭を使わずにビートに対してファーストインプレッションでメロディーを乗せていく、そこから頭を使ってリリックを書いていくといったように、先にフローから考えるという曲作りをされているそうです。以前の動画でレックスさんの曲作りを紹介しましたが、それに非常に似ているように思いますね。トラック聴いた瞬間にメロディーが降ってくるって時点で天才であることの証明だと思います。今後もヒップホップ界を引っ張っていく天才だと思うので、今後の活躍にも期待しましょう。そして最後に紹介するのが97世代の最終兵器といえばこの人、 NY さんですね。こう考えると97世代って本当に面白すぎますよね。メンバーアウソリティさんとニドラアサシンさんと NY さんは全員同い年っていうことですからね。 NY さんというと皆さんご存知だとは思いますが、チャンネルガードマンでガードマンさんと共にチャンネルを盛り上げている一人ですよね。時にはガードマンさんの家に土を撒いて田んぼにしてみたり、時にはガラスを割ってガードマンさんの家に潜入したり、時にはというかついにガードマンさんの家を壊してしまったりという、本当にとんでもないことばかりをしていますが、見ている方としては本当に面白いことばかりしてくれますよね。また近年では MC バトルにも出場されており、以前にも紹介しましたが、内科 MC さんと MY さんのバトルは MC バトルの中で最も再生数が多い動画です。僕が今録音している現在だと942万回再生になってますからね、とんでもないです。そんな MY さんですが、なんとガードマンさんと出会ったきっかけはサイファーでの出会いだと言います。ジョーさんやガードマンさん、そしてなんと先ほど紹介したニドラアサシンさんも参加していた西宮サイファーに遊びに行っていたそうなのですが、そこから仲良くなりチャンネルガードマンを開設するに至ったというわけだそうです。実際にチャンネルガードマン初期には同じく西宮サイファーを主催していたジョーさんや、同じ大阪のラッパーであるミステリオさんやハーディーさんといった、ドッキリをやるチャンネルというよりかはラッパーと共に様々なことをするといったチャンネルでしたからね。そんなチャンネルが今となっては登録者300万人超えですからね、とんでもないことです。 MY さんが MC バトルに出ることについては結構賛否両論あるのですが、個人的にはシンプルに見ていて面白いと思うので、今年もどこかの大会に出場してほしいなというふうに個人的には思ってます。というわけで97世代の MC 5人について紹介しましたが、皆さんいかがだったでしょうか。こう見ると97世代キャラ濃すぎますよね。それぞれが独特のオリジナリティを持っており、個性が光っている世代だなと改めて思いました。他の人には真似することができない唯一無二の長所を持っている世代だと思うので、今後の活躍に期待したいところです。また皆さんにとってお気に入り
の97世代の MC は誰でしょうか。ぜひコメント欄の方にお願いします。ファンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。というわけで次の動画でお会いしましょう。それではまた。先日プレゼント企画で好評いただいた様々な商品を売るブランド KNK を立ち上げさせていただきました。販売する商品はブリンザビートのロゴ入りのパーカーとニット帽、そして KNK のロゴが入ったキャップになります。1月31日までの先行予約でなんとオリジナルマスクがついてくるので、よかったら先行予約の方お願いします。